上空は抜けるような青空が広がりました。東京スタジアムです。今日午前中まで吹いていた風もこの時間になってやみました。絶好のコンディションで間もなくキックオフを迎えます。混戦のリーグ戦、1位から3位までが得点差2で並ぶ大混戦で今日の最終戦を迎えたわけですが、首位を走るスターズ、今日このホームの大歓声の前で勝てば、いよいよ念願のリーグ初優勝が決まります。ただスターズは連敗で今日の最終戦を迎えました。ここ2試合得点が取れてないという一抹の不安がありますが、井上監督は全く問題なし、得点は今日は取れると試合前言い切りました。果たしてどんな試合になるのでしょうか。 CM の後いよいよキックオフです。